XP-13P&W エンジンを装備した XP-13AXP-13 はアメリカのトーマス・モースやクラフトによって設計された試作服用戦闘機。相性はバイパー。1929年にアメリカ陸軍に納入された。この機体は1919 19年に成功を収めたトーマス・モースメガバイト -3 に続き、 陸軍から発注を受けることを目指して、ビーダグラス・トーマスが設計した、いくつかの案の一つである。バイパーと名付けられた本機は1929年6月に、正式に軍に購入され、XP-13 という故障を与えられた。XP-13 の胴体は、金属フレームを、波形のアルミニウム外皮で覆っていた。動力も、やはり金属フレームだったが外皮は、 伝統的な材質だった。600馬力のカーチス H-1640 から1チーフ点エンジンを使用する設計だったが、冷却儀を直接エンジンに導き入れることを妨げる複雑なシステムのゆえに、当然の結果として XP-13 のエンジン冷却は十分でなかった。そのため、1930年9月にエンジンは450馬力のプラット ホイット 2SR1340C ワスプと交換させられた。皮肉にも馬力の低いエンジンに変えたにもかかわらず、最高速度は時速 24km の増加を見た。重量軽減がその理由に含まれていると思われる。結局、陸軍は生産発注はしないと結論した。トーマスモース社はコンソリデーテッド社に合併され、試作機も飛行中の火災で失われた。 ザコンプリートブックオブファイターズカバーエディターズウィリアムグリーン＆ゴードンスワンボロー六百八ピアニッシモ A.B.U.S. アーミーエアクラフト千九百八から千九百四十六バイ J.M.C. フェイヒ千九百四十六六十四ピアニッシモ U.S. ファイターズバイロイド S. ジョーンズピアニッシモ四十六から四十七ザアメリカンファイターエンツアンジェリチ＆ ピーター・バウアーズ、1987ハットエビ、ド・アンド・ドナルド19、1990、P43。ありがとうございます。